Hi, Naomi. Happy birthday. Thanks for doing this video. Please tell us your name and what you do for the college. Thank you for the birthday wish, Dan. Okay. こんにちは。カレッジ・オブ・キャニオンズの谷口直美です。カレッジ・オブ・キャニオンズで私は主に留学生の方たちが学生ビザを申請するための書類を発行したり、あとは移民法関連のカウンセリングをしたりして、留学生の方たちが、私たちのカレッジで留学生活を送る間、さまざまな問題を回避したり、いろいろなことをお手伝いする仕事をしています。Thank you, thank you. So now tell us something aboutthe community and why you like living in the community. 私はこの大学のあるコミュニティに30年近く住んでいます。そして私がこのコミュニティが好きな理由は、このコミュニティは他のエリアに比べるととっても清潔で、そしてそうですね、フレンドリーなコミュニティだからです。Excellent, thank you. So now please tell us about the safety of the community, you know, and how you feel about it. そうですね、もうそれは私がこのコミュニティに住むことを決めた一番大切な条件の一つだったんですけれども、LA の他の地域と比較しますと、もうここは非常に安全なコミュニティなんです。で、ほとんどのエリアは夜でも映画を見に行ったりとかレストランに行ったりとかしていても安全ですし、それからそうですね、コミュニティの人たちはとてもフレンドリーな人たちが多くて、知らない人同士がこんにちは、はーいって挨拶することも全然珍しくないことですし、そして私は娘を一人持ってるんですけれども、やはり娘が小さい頃から子育てするのにはもう安全面で、あとはそうですね、地域の学校のクオリティなども考慮して住むことにあたって一番最適な街だと思いました。Ah, thank you. And now please tell us about your feelings about the success rate of Japanese students at Canyons. そうですね。私はまず日本人の学生さんたちのことをとても誇りに思っています。なぜかというと、そうですね、日本の学生の方たちは、中学や高校の受験なども経験してきますけれども、もう勉強すっごく頑張るんです。とても真面目で一生懸命で、そうですね、だから日本人の生徒さんたちはみんなこちらに到着した時点で持っていた目的を果たして、そして4年生大学へ編入していったりとか、ちゃんと立派にディグリーを取って日本に帰られてお仕事に就いたりとかされていますね。そして私たちのカレッジで学生として生活している間は新しいお友達をたくさん作って楽しそうにしていますね。それを見るのが私の喜びです。 Excellent, thank you. So thank you so much. NowNaomi, if you would please extend a warm welcome to all Japanese students that want to study in the USA. 日本の皆さん、私たちの大学、私たちのとっても美しいキャンパスにあなたたちを歓迎したいと思います。そしてアメリカ全土の、どこの大学でも行きたい大学に進んでいって、そしてまた私たちの短大を出た後の上のディグリー、日本でいう学士号でしょうか、それをぜひ取得して、そして
胸を張っていい思い出をたくさん作って欲しいと思います。 Excellent. Well, thank you, Naomi. Thank you very much. You're welcome. And have a great rest of your birthday. Thank you. Bye-bye. Bye.